冷え冷え、冷蔵庫マン参上冷え冷えどうもこんにちは。冷蔵庫マンです。今日紹介する作品はこれ今公開中ですね。新解釈三国志です、えー、僕も公開して2日目の土曜日えー、東保守ね。まず日比谷の第一スクリーンで見てきました。もちろんいっぱいです。でなんですけど、最初僕この映画の動画はアップしないつもりだったんですよ。 なぜかというと福田雄一監督の作品「えー、銀玉」「今日から俺はもう面白かった」すごくもうねくすぐられるようなもう感じでも思わず笑っちゃう,もう連続なんですね。でこの先もそうだったんですよ。それね福田雄一組のオールスタープラス大泉洋さん。もういくらハードル上げてももう,もう全然もう関係なく楽しんじゃったんですけど見終わった後に SNS とか YouTube で。 賛否がすごい分かれてんで「すねであれなんでだろう?」と思って思い返すとその映画館に行った時もその前の「銀玉」とか「今日から俺は」よりはちょっと客席が静かだったんですよ。もちろん笑ってますよ笑ってるんですけどその2作品に比べたら笑いの量が少ななかったんでだろうなと思って、えー、たま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 この前。 ミルク放送局さんとのコラボの時に収録してない時にそのミルクホールのちゃんまつさんと、まあ、雑談みたいにしてたんですねその時にちょっともしかしたらこれじゃないかと思ったんですよ。えー、ちゃんまつさんが、えー「新解釈三国志どうだった?」と。で「あ,あ僕はもういつも通りの福田組のあのー、コメディ面白かったよ」って「本当新解釈だったね」って言ったらそのちゃんまつさんは「 もう一つちょっとあの心配なのが「銀魂や「今日から俺は」はギャグ漫画が原作だと。もうギャグ漫画もうコメディーだってのが一つあってそれに実写でもう一つ載せるとで「三国志」は本当にガチの歴史ものだからそのギャグではないわけじゃないでギャグじゃないところに一つギャグを載せるってどうなんだろうなって言われたんですよ。 あーなるほどなともう僕は最初からもう福田監督のコメディ映画を見るつもりでもう笑う準備万端でいったわけねやっぱお客さんはその前の2作品はもうギャグだからもうギャグでその更にもう一つ実写で福田雄一監督のキャストが織りなす魔、まあ、法がかかった映画を見るんで笑うんですが今回は 一つ上げなきゃダメだったかもしれないですね、ステージを見てる側は。まあなんかうまくなんか伝わらないかもしれないんですけど、例えば、うーん、この例えは合ってるかどうかわからないんですが、お笑いライブに行って、歴史漫才っていうのが出る。だは笑うのと、もう、まあ、例えば三国志の歴史交渉の講座そういうテーマのトークライブ、もうガチガチの。 それにいいききなり歴史漫才ととってててお笑がが出てきてやるのとはもうう見方が違うわけですよそれに近いんじゃないかなうん。新解釈といってもちゃんと「三国志」のエピソードの起こったことは全く崩さずにそれに至るまでを新解釈として福田組牛にすっごい楽しいコメディーにしてくれたんですけどその見てる側が。 一つこう上げてみないとそののめり込めないってはあったかもしれませんね、うん、今考えるとあとその元々がギャグじゃないけどキャラクターがギャグではないのでその銀魂だったら橋本環奈ちゃんが「いやー橋本環奈ちゃんこの映画でこの役こんな風にやっちゃうんだー」ってここでしか見れないなと思うんですけど「三国志」だとその。 笑いのスキルを持ってる人がそのいつもの笑いのスキルを発揮するんですよ。それもたっぷり楽しませてくれる。そして役に関わって楽しませてくれるんだけどそのスキルがまあ他のバラエティ番組とかでも出しているスキルなんでちょっとねそことつながっちゃうんですね。だからあえこれはあの人じゃんみたいな。役の中の人じゃないみたい。 ないじゃんみたいな感じでちょっと一個引いて見てしまったりすするんですねえ、これ「三国志」の物語じゃないのみたいなでそういうのがあるんですよ。まあ福田監督はあの現代のこともいろいろこう入れるんですけどその前の2本はギャグのキャラクターに沿ってわざとこう今のも入れてそのギャップも楽しむみたいなああこれ入れちゃうんだみたいなのあるんですけど三国志はその演じてる 役者ののスキルみたいのが十分に発揮されて僕はめちゃめちゃ楽しんだんですけどもしかしたら他の作品とつながってしまって「三国志」のキャラクターというのを純粋に新解釈としてコメディとして楽しむのっていうのがちょっと弱かったのかな新解釈で楽しむんですけど今までの福田監督の2作品と比べるとちょっと味方というか。 えー、見る側もちょっと違った感じで見るっていう感じになってしまってちょっと戸惑ってしまったのかもしれませんねお客さんが。だって「三国志」ってこういうことですよっつったらもっと「えっ本当はどうなの?」って知らない人が興味持つじゃないですか。でトムちゃんを見てみたら「えっあっなるほどなーいや結構合ってるじゃんっていうかこういうこともあるようなもう同じ人間なんだから。 いやーこういう風にもしかしたらなったんじゃねえかなというその歴史どの歴史でも当てはまる考える余裕というか遊びがその蓄えられるような気がするんですよねこの三国志さあ歴史がまた面白くなるというだからこれから原作がギャグじゃないやつがどうう進化ししていいいいくかというのはすすごい楽しみですいやこれもねもう今思い返すだけでうわーよくできてるな でもあるんですよね。あとね、演者がのびのび楽しそう。うん、それだけでもこの映画見る価値ありますよ。祈祷正月もやると思います。この新解釈三国志くすぐられるように思わず笑ってみてはいかがでしょうか。このチャンネルではこれからもいろいろ作品紹介していきたいと思います。いいね。 チャンネル登録よろしくお願いします。それでは冷蔵庫マンでした。冷え冷え。